起点、矢原交差点航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。矢原交差点付近矢原交差点所沢市内、東京都道、埼玉県道24号練馬所沢線は、東京都練馬区から埼玉県所沢市に至る都道及び県道である。東京都市計画道路放射第七号線と、 その延長の都市計画道路である、新東京所沢線、放射7号線、東京狭山線を踏襲する予定の道路であるが、2020年に完成した所沢市内を除き、都市計画道路としての整備済みの区間は、まだわずかであり、ルートに沿った既存路が都道、県道に指定されている。このため、下記に挙げられる、境愛区間が数多く存在する。 2021年6月1日には、下安松地区の旧道の県道指定が解除された。埼玉県所沢市毛安松交差点付近、県道練馬所沢線の区域の変更埼玉県法、定期、第213号2021年6月1日発行、県道練馬所沢線が全線開通します。令和2年3月5日14時共用開始マイナス。埼玉県、 2020年2月6日閲覧。埼玉県道路施設公園部、東京佐山線道路完成予想図。ありがとうございます。